こんにちは。Google Web デザイナーエンジニアリングチームの小川です。今回はコンポーネントを紹介していきます。広告を作っていく上で、コンポーネントは非常に重要な役割を果たします。コンポーネントとは、必要な JavaScript と連携して、コードを書かなくても簡単にデバイス上でのインタラクティブな操作を、実行可能にしてくれるものです。では、コンポーネントパネルを開いて、コンポーネントを見てみましょう。Google Web デザイナーには16個のコンポーネントが搭載されています。主なものを、見ていきます。まず、タップ領域コンポーネントですね。タップ領域コンポーネントは一番頻繁に使用されるコンポーネントです。例えば、ですね、この車のイメージをステージ上に引っ張ってきて、このコンポーネントを、タップ領域の、範囲ですね。それを示すようにするコンポーネントなんですけれども、この範囲をこのグレーのエリアで指定して、で、右クリックでイベントを追加していきます。そうすると、タップ領域、タップとクリックのイベントが、追加されます。今回は、Google 広告を選んでいるので、これで広告を終了時に URL を上書き。そうすると、このタップした時に別の URL のページに移動するというイベントが加わります。ここで ID を加えていきます。URL は自分が移動したいURL ですね。これを、入れて保存します。そして、ブラウザー上でプレビューしてみると、このように、タップできる範囲、またはクリックできる範囲が指定されました。そして、これをクリックすると、Google Japan のページにきちんと移動したことが確認できます。このようにして、タップエリア領域、タップ領域コンポーネントを使っていきます。次に、ギャラリーコンポーネントを見ていきましょう。Google Web デザイナーは、スワイプギャラリー、カルーセルギャラリー、360度ギャラリーコンポーネントの3種類のギャラリーコンポーネントがあります。スワイプギャラリーはその名の通り左右にイメージをスワイプして閲覧していくギャラリーのコンポーネントです。360度ギャラリーコンポーネントは車や建物などの連続写真などを並べて 3D 的な効果で見せるギャラリーコンポーネントです。今回はカルーセルギャラリーコンポーネントを使ってみましょう。まずカルーセルギャラリーコンポーネントの大きさを、設定して、プロパティに行きます。そしてこの下の、コンポーネントプロパティのところから画像を取り込んでいきます。これはデスクトップ上にある、車のイメージをいくつか、入れていきますね。そして OK。で、自動再生をオンにして、ナビゲーションを含めるをオンにします。今回サムネイルは、含めません。そして、プレビューで、見てみると、このようにカルーセルギャラリーコンポーネントが、出てきました。ナビゲーションはこの下の青いドットですけど、これでナビゲーションできますし、このようにマウスで、トラックしてギャラリーを見ることもできます。これがカルーセルコンポーネントです。最後に、動画を取り込む YouTube コンポーネントを見ていきます。この YouTube のアイコンから YouTube コンポーネントをステージ上に配置して
そしてプロパティで先ほどと同様に、ここですね、 URL を入れていきます。この URL は、私の YouTube の URL がここにあるので、これをコピーペーストして、で、コントロールは、オートハイドにします。これにすると、マウスを乗っけたときにコントロール、再生とか停止のコントロールですね。それが出てくるという設定になっています。自動再生は、なしにしておきます。それで、プレビューを見てみます。そうすると、このように YouTube の、ビデオとリンクされました。で、コントロールはこのようにマウスを乗っけて出てくる形になっています。以上、このように、コンポーネントを駆使して様々なクリエイティブを作っていってください。Google Web デザイナーの紹介を終わります。